はい、皆さんこんにちは、プロゴルファーのゆうです。今日はゲストに川貴則プロを、はい、お招きしました。ありがとうございます。ありがとうございます。また呼んでいただいてありがとうございます。いやいやいや、あの前回あのゆうちゃんの部屋出ていただいて、まあ、すごい好評で、はい、でまあ、あの最後の方にちょっとこう本コースでもね対決してほしいっていう、まあ、声もいろいろいただいたん で今日はこ あの新宝塚ゴルフクラブさんにお邪魔してます。でそちらの方でなんか川君 YouTube 始めたよね。そうです。 YouTube チャンネルをちょうど8月の終わりに開設させていただいて、はい、今ちょっとやってますね。川タイム、川タイム、川タイム、川タイムっていう YouTube を、川君が始めたんで、アウトコースは、バリゴルの方のチャンネルで、マッチ、マッチプレイ9ホールマッチプレイ、はい、対決ということで、で、インコースの方は、川タイムの方で、はい、ま、流してますので、はい、ぜひ皆さんこっちでも飛んでいただいて川タイムの方も見てみてください。何か意気込みがあれば。いや、まあ、あのしっかりね、一球一球魂のこもった球を打っていくだけです。まあいろいろとちょっと途中でもいろいろと聞いていくんで、はい、まあチャレンジとかね、いっぱい言ってるんで、はい、その話も聞きながらお願いします。わかりました、はい、よろしくお願いします。僕初めてなんでこのコース。一緒、一緒、ちょっとだからその、まあパッと見な感じと、まあ戦略を、初めてのコースの戦略を考えながらやってみたいなと思います。で、今ちょっと一応聞いたら左は一応セーフなんで、まあ気持ちよくいけるスタートホールかなと思います。いいですね、これね。ね、お願いします。お願いします。危ない。いい、ナイス。危なかった。いいね。フェアウェイ、フェアウェイ、左。はい、あります。優しく飛んでいきます ね、 なんかね、まあまあちょっと左ラフでもいいかなっていう気持ちで打ちたいと思います。あんまりこう考えず。お願いします。45の打ち上げ見て260ですね。行きますね。行くね。多分何もなさそうやし、川君だいぶ置いてかれたな。5番ウッドで行きます。もしかしたら乗ったかも。マジ？よし。ちょっと変わってきましたかね。下回りスイングどうなんですか？まあ僕なりに解釈してやってる感じ。いい感じ。うん、あんまり難しく考えてないんだけど、あ、まあ面の使い方だから、あのこの間川君が教えてくれた練習方法あるやん。はいはい。あれに近いと思う。ボール左に置いて内に置いてっていう。ハンドバースのまま。そう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 。打ち上げ207ヤードで222なんで打ち上げが15ぐらいですかね。207ヤードの打ち上げ15ヤードで222ヤード UTT で。U4 ですねこれ。はい、U3 入れたいんですよ。あまりにも距離の差がありすぎて。これはまあ打ち上げなんで体が起きないようにしっかりこう、朝一っていうのもあるんですけど、体が起きないようにしっかり我慢してもうグリーン付近まで行ってほしいですね、これ。行きます。ありがとうございます。完璧。完璧でしたね。いいとこ行きましたけど。相変わらずいい感じやね。相変わらずいい感じですね。前回出てます時もね、良かったけど。そうですね、前回もなんかショット良かったですけど。最近ちょっとなんかゴルフはしてるの、まあ、試合もあったし。そうですね、ここ1ヶ月チャレンジが開催されるっていうのが決まって、ようやくちょっとなんか本格的に調整に入り出したって感じですね。めちゃくちゃいいかな。でかいんちゃう？でかいですかね。でも右
きのが多分遅いね。で、カワは多分ピン方向ちょっとほろってます、ね、多分ちょっとなんか朝一222ヤード4鉄で一発目からパチンっていうのはちょっとリスキーかなと思ってちょっと UTT で言いたますぎたね。言いたますぎました。うまい、ナイス、ありがとうございます。簡単ですね。はい。いやいや、まあ、たまたま。バーディーとかだと絶対負けるからね。トラックには。はい、ナイスバーディー。ありがとうございます。これが当然でしょうね。ちょっとグリーン硬いね。硬いです。でも、あの、パッティング練習場で薄々感じてました。ね。硬いよね。クラブのタークン持ってきすぎよ。見えてるか分かんないですけど、手前に池があるんですよ。で、まあでもその池は220ぐらいで超えるんで、打ち下ろし見たら。まあドライバー打つんで、特に池はほとんど関係ないんですけど、まあ風がちょっとさっきのホールがフォローで、このホールが多分左からのアゲンストになるんで、ちょっと球の高さを抑えて打つイメージで打っています。ですけど、まあフェアウェイなんで。でも全然いいとこじゃないですか。はい、今日のピンチだったら。ユータンであそこ。ここはもうまっすぐ。はい。はい。池の上向かって。さっきの折り返しだから左セーフね。そうです。左セーフなんで、もう怖がらずにしっかり打っていきたいですね。ちょっとアゲンストなんでスピンで抑えて。ありがとうございます。まあ初見のコースなんでね、まあ、僕はドライバーとスプーン持ってたんですけど、まあカークに関してはドライバーとあと4本ぐらい持ってたんやけど5番ウッド、ユーティリティ、4番アイアン持ってました、ね、それはなんでな。いや、なんかこうこんなにアゲンストをやったんで、あの池をなんていうんですかね、ドライバー打って越えるのかなっていうのがちょっと不安やったんで、うんうんうん、何本か持っていたんですけど、ね、まあレーザーで測ったら220ほどで超えるっていう感じで、うん、まあアゲンスト打ち下ろし全部入れても、まあ、230打ったら超えるんかなっていうところだったんで、ね、うん、変に刻むよりはドライバーで思い切っていっちゃった方が、まあ実際今球ねスピンで抑えて打つって言ったけど、実際スピン少なかったんやけど、はい、でも球はそんな低くなかったよ。そうですね、打ち出し角はちょっと高めで、まあ、それはどうやって打ってる？これですか？だって言ったら高い球で低スピンってことや。そうですね。それはどうしてるの？低く打つのは、まあ、簡単そうやけど、簡単っていうか、まあ、セオリーやん。はい。でも高いボールでのロースピンっていうのは、なかなか難しいものがある。まあ、独自の理論というか、僕の中の感覚的な話にはなるんですけど、うんうんうん、ちょっとやっぱりボール、フェースの上っつわっていうんですか、上目で、はいはい、で、上から打つんじゃなくて、ちょっとレベルに、はあはあ、横からこう、叩いていくような感じ。あんまりこう、ダウンブローっていうか、上からバーンって打っちゃうと、スピン量増えるんで、まあ、ちょっと僕みたいな球なのかな、ちょっとこう、パーンっていって、まあ、吹いてみたいな、ちょっとこう風とぶつかっちゃうんで、まあ、でもそこに向けて のクラブセッティングやろ。そうですそうです、ね、でまあ芯に当てちゃうとちょっと打ち出し角が低くなって、スピン量は少ないんですけど、こう打ち出し角も低いんでちょっとドロップするんで。そんなことできる？芯から外すとか、はい、だからちょっと上目で。それは T 上げるとかじゃなくて、 T も若干も上げますけど、あとイメージ、イメージで自分のちょっと上っ面で打って、こう落としていく感じですよね。ドーンドーンって感じ。今主流のハイボール、はい、ロースピンね。そうですそうです。なんかこうクラブの進化もあると思いますけどね、うんうん、
逆にスピン量多い球を打つ方が今のクラブ結構難しくなってるんで、難しいな、うん、比較的ロースピンの球を打つのは、そう、逆にだからスピンが出るヘッドも少なくなってきたときは、あ、そうですね、だからスピン量増やしたいときの方が難しいです、ね、ちょっとヒールの下目に当てて、俺は基本的にスピンが出んタイプやから、はいはい、キャロウェイ、テイラーはちょっと厳しいピン79ヤードの80ヤードなんで、僕のイメージは2段グリーンやと思うんで、まあ、少なくても手前でちょっと右から傾斜してるのとつま先上がりなんで少しフック回転がかかるんで、ちょっと右目からいきます。80ヤード、ナイスです。ピンまで58ヤードで、アップ1ヤードで59ヤードですね。58度で。で、まあ、多分全体的にグリーンの傾斜が右から左に行ってるんで、まあ、ワンクラブ、1ヤード、2ヤードほど右打って、ちょっとスピンでピンの方向に寄せれたらなと思います。60。ありがとうございます。イメージ通りよね。イメージ通りでした。全部聞いてたけど。全部イメージ通りの感じで飛んで、スピンがトントンって入って、左流れて。そう。でも、ゆうちゃんがさっき右フェアウェイから打ったんですけど、僕今左フェアウェイから打ったんですけど、このグリーンの傾斜って、こう右から左に傾斜してるんで、やっぱりゆうちゃんのところから、今日のピンにヒットするんで結構やっぱ難しいんですよ、ね、あ、飛んだね前に、うん、左前に飛んじゃうんで、でも僕のとこやったら右からの傾斜に当てれるんで、角度的にだからやっぱこういうホールとかっていうのは、まあ結果僕も知らなかったんですけど来たらやっぱ左からの方がピンに打ちやすいかなっていう感じはしました。ゆうちゃんバーディーパット、そう、でもね入れたいんだけどね、まあでも多分心境的な、多分お互い近いんですよ入れたいけど、だからやっぱ僕次第って感じやけど、まあキレるかー、惜しい、うわマジか、入った思った、最後恐ろしく曲がった、すごい切れたなこれ。いや、ちょっと打ってもらおうかな、一応一応打ってもらおう、外さんと思うけど、すいませんでした、身体だからあれがあれぐらいはあれぐらいはあれぐらいは入るっていうことが分かるんです。新宝塚さん初めてなんですけど、いいっすね、もっとグリーン遅いかと思ってた。この動画が楽しいと思ったら高評価、面白いなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。